グズな諸侯どもがこぞりよって、わしの主治肉林の夢が水の泡ではないか。仕方ない、洛陽はくれてやる。帝さえいれば都などどうとでもなるわ。呂不韋、貴様は長安までわしを守れ。虎牢関が破られる前に逃げ切るのじゃ。逃げるだと？つまらん。董卓、俺を虎牢関で戦わせろ。つべこべ言わずわしを守るのじゃ。何をしておる。さっさと門を開け。アホどもになど付き合っておれんわ。洛陽まで下がり、そのまま長安へ撤退じゃ。撤退だと？ふざけるな、董卓。歯向かうやつは力でねじ伏せるのだろうが。やかましい。わしを危険にさらす気か。ぐずぐず言わずわしを守るのじゃ。進め、約束董卓を逃がすな。うるさい虫けらどもめ、さっさと追い払うのじゃ。一人でのこのこ現れるとは、後悔しても遅いぞ。わしに何かあったらどうするんじゃ。最強の御身じゃ。まだ奮闘している様子。一度合流し体勢を立て直してはいかがか。わしは何としても逃げる。かくなる上は五郎冠を突っ切るぞ。董卓め、やはり洛陽へと引いてきたか。しかしこうもうまく裏に回り込めるとはな。よその妙な軍師の言う通りだ。でもここで目立つ戦果を上げるぞ。反義侯、僕に残る勝負を序謀する。人も寄せつけぬ軍師。さすが宝仙様です。最強の武を見せ
一旦忘れてくれ。敵将討ち取ったぞ。消えろ。を炙り出せましたな。ではでは、土方部隊、攻撃を始めてくだされ。崖の上の兵器が邪魔で進めんわ。さっさと何とかするのじゃ。崖の上からくだらんまねを、俺が叩き壊してやる。大人ぶよの、おめはタント弾んでやるぞ。やはり敵の狙いは崖の上ですな。さあ、ガキン殿、今こそ出番ですぞ。目標は決まっています。あとは突撃するのみです。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。
こまでもわしの邪魔をしおって許さんぞ。ここに向かうと総代わり消えてもらおうか。まだ動けるうちに帰らなくては。敵将討ち取ったぞ。雑魚どもめ口ほどにも。誰か俺を楽しませる奴はいないのか。ここを通りたくば拙者が相手だ。いざ関雲長が義の刃受けてみよう。ほう、貴様少しは楽しめそうだ。ここは引かせていただこう。敵将討ち取ったぞ。たった一人が残る。だが地力の餌食になりたいらしい。敵将討ち取ったぞ。わしに何かあったらどうするんじゃ。予感的中。さすが俺指兵隊、敵の足を止めてやれ。またの名を勘が冴える男ってか。これ以上は持たぬか。ここは引くしかあるまい。お働き。ダメだ、どうしようもねえ。物見より伝令、敵増援、まもなく虎牢関に到着とのこと。これはこれは東伯軍の皆々様、そんなに急いでどちらへ行かれるのかな。私は陳久、あざなを高台と申す者。
どうかお見知りおきここまで。来たか、曹操。ならば今こそ総攻撃である。狙うは董卓、奴を虎牢関から逃がすな。炎照明、調子に乗りよって追いつかれる前に包囲を突破するのじゃ。雑魚が群れたところで俺にかなうか。来い、取り残らず蹴散らしてやる。敵将、討ち取ったぞ。私の知略が破れようと。敵将、討ち取ったぞ。俺の腕も黙ったものだ。この程度の者らに押し込まれようとは。定山の超支流躍進董卓よ、覚悟。最強を見せてやる。何をしておる。さっさと奴らを倒し突破口を作るのじゃ。どうでもいい、敵は全て俺が倒す。それだけのこと。カイをやられたぞ。さあ子供、俺はそうはいかんぞ。董卓、貴様は猛徳の道の妨げだ。この場で切り捨ててくれよう。お見事、見せつけてくれますな。お前が相手か。いいだろう。最強の武を見せてやる。おお、素晴らしきお働き。俺が戦場で遅れを取るとはな。くださるか。このご恩は策にてお返ししますぞ。お前の相手はこの孫文大が務めよう。最強の武を見せてやる。王妃様、満たされと信じていました。
引かねばならぬか。だが我が波動はまだ消えたわけではない。敵将討ち取ったぞ。人も寄せつけぬ武勇、さすが法政様です。姫座殿も倒した。逃げる奴の露払いなど面白くもない。なんという強さ。ここは引く。敵将討ち取ったぞ。おっと、味方とはぐれたか。かわすな。真の三国無双だ。最強の武を見せてやる。逆賊董卓め、覚悟せよ。貴様は官室の名族蓮本所が成敗する。見事な武勇の帯はたんと弾んでやるぞ。こっちの包囲は破られたのかよ。じゃあわしが奴らを止めてみせるぜ。ちょうどいい。我が知略を試させてもらおうか。手になってやる。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。
よくやったぞお前たち。無の悪い戦などアホのすることよ。このまま長安で帝をいただけばわしの勝ちじゃ。それでは虎牢関で倒れた者たちが。呂布殿、これが奴の戦か。